皆さんこんにちは、マーリーブリンです。昔私自身日本生まれ日本育ちだったため、みんなと同じような見た目、同じような髪質、同じような体格がいいと思っていました。しかし周りから心ない言葉によって傷つき悲しみ、お母さんに相談したところ、返ってきた言葉は意外なものでした。それは人との違いを悲しむのではなく、喜びを持って最大限に生かしなさいという言葉でした。そこから人との違いを受け入れて生かすようになり、そこが私の強みとなりました。世界にはまだまだ差別や人の違いを受け入れられない人が多くいますが、世界をより良くするためには一人一人が想像力を持って目の前の人と向き合うことが大事だと思います。今から目の前の人にかける言葉が、その人を傷つけていないかどうか、その人はどう思っているのか、想像力を持って一緒に考えていきましょう。